明日から始まる高校の授業を最大限生かす方法を3つ解説していきたいと思います。プロレスアカデミアの吉村です。よろしくお願いいたします。本日が4月7日ということで、明日ね4月8日から多くの学校で授業がスタートすると思います。まあ明日が始業式で9日から授業の学校もあるとは思うんですけれども、まあ多くの人がね新たな学年をスタートするんじゃないかなと思います。で、まあこのチャンネル受験チャンネルなんで、まあ参考書の使い方だったりとか勉強法とかモチベの話、計画の話とかをしてるんですけど、とはいえ高校生の皆さんが主に一番時間使ってるのってやっぱり学校の授業だと思うんです。でそこをまあその完全に捨てて受験勉強したりとか、もしくは授業についていくのが精一杯でみたいな人もいろんな人いると思うんですけど、やっぱりね志望校に受かるためにはこの授業の使い方っていうのが、合否を分けてくると思いますので、今日はそこについて解説していきたいと思います。まず大前提、授業に対する間違えた考え方と正しい考え方、ここを最初にお話ししておこうと思います。まず間違えた考え方、これがねやってしまってる人多いんですけど、これは必ずやめてください。何かと言いますと、学校の授業と受験勉強っていうのを別軸で考えていくっていうことですね。例えば定期テストと、まあ、受験勉強の両立ができませんとか、学校の授業のせいで自分の好きな勉強、やりたい勉強が進みませんとか、もう授業全部切って自習したいですみたいなね、そういった相談とかもよく受けるんですけど、まあ、その考えをしてると結局合格から遠ざかってしまったり、ちょっと効率の悪い勉強になってしまいますので、それはやめましょうって話ですね。なんでかって言ったらやっぱりもう切っても、まあ、切り離せないような関係だと思うんです。やっぱり学校の先生たちもこの授業を受けて入試に受かってほしいなと思いながらやってるでしょうし、学校の授業を定期テストの延長線上に受験合格があった方がすごい効率いいじゃないですか。なんで分けて考えるっていうのはまずやめましょうってことですね。じゃあどんな考え方が大事なのか、それは志望校、ここですね、合格するために学校の授業と受験勉強が一緒になってつながってるという考え方です。つまり志望校合格のために学校の授業、そして自学自習っていうのがあるんだよと、この両方が合格に寄与してるんだよということでございます。じゃあ早速学校の授業を最大限活かす方法3つの1つ目やっていきたいと思います。1つ目は何か、それは授業を復習に使うということです。これなぜかというと、授業で初見の内容を習うと復習に時間がかかってしまうんです。高校レベルになるとそもそも1回授業を聞いただけでは理解しきれないことの方が多いんですね。そのためですよ、まあとりあえず授業を聞いてみようかなみたいなスタンスで授業を受けてると、結局全部は理解しきれなくて、復習のタイミングで教科書参考書っていうのを一から読み直すことになって二度手間になるんです。でそこから問題集に取り組んで定着させてみようみたいなことをやっちゃうと、まあ、4、50分の授業に対してもう科目によっては、長い科目によっては 2、3 時間復習が必要になってくる、まあ、そんなん到底無理じゃないですか。授業時間の方が長いのに、それでみんな復習が追いつかなくて、まあ、定期テストの時にやろうで定期テスト前に苦労したり、でそこでも身につききれなかったものっていうのは受験生になった時にすごい苦労するんですよね。だからまずは授業より前に教科書参考書で予習をして 7、8 割方理解した上で授業に臨むんです。授業には定着の役割を担ってもらう。でね、ここですぐに講義系参考書に飛びつく人がいるんですけど、最初は絶対に教科書が一番無駄なく簡潔に伝えてくれてるんです。だから講義系参考書よりも圧倒的に薄いんですよね。でそれじゃ理解できないから、もっと噛み砕いてたり図を使って分かりやすく解説してくれてる講義系参考書を頼るんです。まずはとにかく教科書で頑張ること、こういう感じで授業を復習に使う、定着の場所に使う、これが授業を最大限活用する一つ目の方法です。続いて最大限活かす方法の2つ、これはですね、授業中の暇な時間は先取り学習に使う。授業中にある、いやそれぐらい分かってるよっていうような時間やったりとか、練習問題解きましょうってなって自分は解き終わってみんながまだ解いてて授業が進んでない時間、他にも予習してるからもうそこは自分で理解しきってるから聞く必要ないみたいな、そんな時間、ここでどんどん先取りを行うんです。やり方は簡単で、教科書先に進めて練習問題解いていくだけ。もう数学理科とかは言わずもがなんですよね。で英語やったら文法とか解釈進めたらいいですし、社会科目とかもですね、暗記と演習、まあチェックドリルみたいなやつをやる時間にしてもいいと思います。そもそもこうしないと授業の先を進み続けることってできないんですね。まあ、さっきも言ったんですけど、平日の自分たちの実習時間よりも学校での授業時間の方が長いわけですから、普通にやってたらどんどん引き離されていくんです。宿題も出ますから。なんで授業中の時間も使ってうまくね授業を引き離していきましょう。これ結構ゲーム感覚みたいなって楽しいですね。僕も何回かこの YouTube チャンネルで言ったことあるんですけど、英語の文法の授業で、先生が解説してる間にどんどん先進んでいって、で学校の授業からどれだけね何ページ突き放せるのかみたいなのをちょっと自分の中で勝手にゲームっぽくやってたんで、こういう風な競争っぽくなると意外となんか楽しくなって、授業中のちょっと空いた時間も、あ次やっとこうってなって、そこでどんどん先取り学習が進みます。で先取り学習が進んでいくと、授業でも言ってもらった内容をすぐに定着しやすくなりますし、ちょうどね忘れかけた時に授業がやってくるんで、いい復習の場にもなります。なんで暇な時間があれば先取りを行ってください。
では最大限活かす方法の3つ目ラストですね。これめっちゃ大事なんですけど、授業ごとに目標を持つってことです。授業に頼りきりだと成績が上がらない理由としては、受け身の学習になってるからですね。小学校とか中学校までやったらいいんです。学校の先生が授業中に話す内容をその時間にインプットしきれるぐらいのそもそもの学習範囲なんで。でも高校になって大学受験ってなるともう膨大になるんで、いちいち全部覚えてらんないんですよね、その40分50分の授業の中で。で、脳も暇じゃないんで、必要ないなっていう知識は思い出せないところにしまっちゃうわけですよ、脳みそね。だからこそ授業ごとに目標とかテーマを持って挑むことが大事なんです。で、これは一つに絞った方がいいです。この授業ではこれを身につけるんだ、これを理解するんだって、こういうふうに一つに絞りましょう。例えばですよ、例を示しておくと、ほぼ聞かなくても、ね、理解できるような授業だったら、先取り学習を今日はこの50分の間に50ページまで進めてやるぞとか。で、まあもう一個例を挙げておくと、例えば予習の時に分からなかったところがあるとします。じゃあ例えば英語とかやったら、今日の授業ではちゃんと分子構文のこの使い分けのところを理解するぞとかね。こんな感じで目的を持つことで、授業が授かるものから自分で取りに行くものに変わるんですね。これっていう目的が一つに決まってるんで、脳も活発に動いて、その授業の時間の間、まあ、眠くなることもないし、新たな知識とか考え方っていうのが身につくわけです。これが明日から始まる授業を最大限生かすために必要な3つのことですね。1つ目、授業を復習に使う。2つ目、暇な時間があったらどんどん先取り学習を行う。そして3つ目、授業ごとに目標テーマを決める。これ全部やってください。よくね、もう授業はぼーっと受けて、放課後とかね、塾に行った時間でめっちゃ勉強するって人います。もちろん自学自習が大事なんで、そっちの方で成績が伸びるのは間違いないです。ただそれって結構本末転倒で、物理的に考えたら授業時間の方が絶対多いわけなんですよね、平日に関して言えば。で、放課後とか土日とかも自分のやりたい勉強だけできるわけじゃないじゃないですか。部活とか習い事があったりとか、あと学校の宿題が結構出てたりとかね、なんか読書ノートみたいなやらないといけないんですって人もいると思います。単語テストの学校でやるような勉強もしないといけないってなったら、いつ受験勉強やるのってなると結構限られた時間にしかならないと思うんです。そんな中でですよ、朝8時半とか9時から始まって、3時半4時ぐらいまでやる学校の授業をちゃんと受験勉強に生かすことができてたら、他の人よりもめっちゃ成績伸びると思いませんか。なんで明日から始まる学校の授業を、まあ、だるいなみたいな感じでね、消化試合っぽく過ごすんじゃなくて、ちゃんとそこでも成長して、放課後の自習時間でも成長する。それで志望校合格をぜひ勝ち取ってほしいなと思います。またポラリスアカデミアでは無料体験も実施しております。概要欄にね、公式 LINE やホームページあると思いますので、そちらからお問い合わせいただけたらいいんですけれども、まあポラリスってね、計画立てて、勉強管理してくれる塾なんだなってのは分かってても、実際どんな指導を行われてるのか、まあイメージつかないなって人も多いと思います。でも今の成績やとやばい、合格しないかもしれない、そんな方は一度ポラリスの体験を受けてみてください。概要欄の公式 LINE かホームページから無料受験相談申し込んでいただけたら、その時にきちっとヒアリングをして、で体験指導っていうのをね、別に行って調整してさせていただきますので、一度興味ある方はご活用してみてください。もうその体験だけでもね、今抱えてる勉強の悩みとか問題点が解決して、勉強時間増えたり、勉強法がさらにね、いいものに変わったりで、点数上がるために貢献させていただくことができますので、まだ活用したことないなっていう人はぜひ検討してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。